東京株式取引所東京株式取引所内部東京株式取引所は日本初の公的な証券取引機関である通称東株1943年に全国の11株式取引所が統合され日本証券取引所となり廃止旧東京株式取引所が本所となる戦後は東京証券取引所として新たに事業を開始した 1878年5月22日に開業した時点において、上場銘柄は、旧交際、新交際、出力交際の3種のみであり、上場企業は例であった。同年内には、金緑交際、企業交際が上場し、さらに初の上場企業として、東京株式取引所が上場、東京かき柄長米商会所、東京株と長米商会所、 第一国立銀行が続いたが、依然として、取引の中心は交際であった。また、開業初年に上場した4社は、東京株式取引所自身が、設立発起人の渋沢栄一、田中平八が関与する企業であり、その後もしばらく新規上場は低調に推移した。明治期に設立された株式会社は、軽工業主体の小規模企業が中心であり、 資本金500万円を超える大企業の増加は第一次世界大戦を転機とする重工業主体への産業構造の変化以降である。また、財閥が産加の有料企業株を排他的に保有していたことから有料企業株の上場は乏しく投資資金や銀行による信用供与が不十分であったため先物取引中心に発展し株式取引は 投機的なものとなった。このような投機的な性格から、明治年間においては、株価指数のような株式市場の全体もしくは、主要部を俯瞰するものは全く存在しなかった。自社銘柄である、東京株式取引所の株式及びその新株は、当時の上場株式の中でも、指標、代表銘柄として、活発に売買され、 東京株式取引所株の株式相場は景気の指標としての機能があった。特に新東は株式としては当時の日本で最も取引された銘柄であり、新東株の陶器は非常に盛んで、新東陶器には莫大な資金量が投入され、ことあるごとに問題視されていた。また、地方取引所ではほとんど新東の売買が行われていた。 株式取引条例が制定され、明治11年第8号布告をもって、全条例が廃止され、株式取引所条例が制定された。株式取引所条例は、明治13年、第20号及び、第57号、明治14年、第28号、明治15年第64号、明治18年第37号布告により、改正している。 突起なき場合、日本官僚制総合辞典、1868から2000による。ありがとうございます。